Whatever it takes, we'll fight till your peers they go home.
Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. As the world falls apart around us, all we can do is hold on. Hold on. Yeah.
Set on that.
準備はいいですか。あなたたち一人一人のその気持ちを今日は完全にエンプティーになるまでこのステージに投げかけてください。いいですね。 Alright everyone, put your hands in the air right now with me. To the air.
What waits for you? What's breaking through? Nothing for good. You're sure it's true.
love you. それでは楽しんでますか？まだまだいけますか？いやもう最高に気持ちいいです。ありがとうございます。いやね、今日はもうツアーファイナル、とにかくもうこの瞬間をみんなで思いっきり楽しみたいと思うので、皆さん今日はもうぶち上がりましょう。最後までよろしくお願いします。埼玉元気か。昨日も俺はここでやってんけど、ちょっと思ってんやけど、なんかここめっちゃ形いいのね。なんかアリーナってスタンドガッガッみたいな、めっちゃみんな見えやすいんですよ。ちゃんと見えてるぞ。いっぱいツアー回ってきたけど、今日ファイナルです。もう俺ら全部出す気で来てるけど、みんな準備できてるかな？できてるかな？その調子で最後までよろしく。埼玉めちゃめちゃ熱いヤンキー。どういうことやねん。7曲目でもう俺の床ビチョビチョやで。グッズのタオル新品やから全然吸い取らへんねんけど。そんだけ熱いっていうことですね。ツアー20本ちょいやってきました。今日埼玉ファイナルです。めちゃめちゃ最高のツアーでした。でも今日一番最高の日にしようぜ。埼玉スーパーアリーナ最終日、皆さん、このツアー僕たち最初から最後まで走ってきました。今日も最初から全力投球で行ってますけれども、まだまだ走ります。僕ら皆さんのここに溜まってるもん全部もちろん置いてってほしいですけれども、今日は僕らもこれ終わってうまい酒飲みたいんでね、しっかり全部出して帰りますから、よろしくお願いします。最後までどうぞお付き合い願います。よろしく。全部見えてるからな、お前ら気許すなよ。昔の曲やります。聴いてください。 Smiling Down。
で涙が溢れる Time just left to be high And I don't know why How can I accept Something I don't understandI'm not afraid to die.
であっという間のツアーでした。今回は本当に各地日本いろいろな場所のアリーナを回らせてもらって、そこで僕たちを好きと言ってくれる、もしくは気になってくれてる人たちが会場に足を運んでくれて、どの場所もとってもあったかくて、どんだけ俺が声潰れてたって優しく受け止めてくれて、本当に本当に感謝でしかありません。本当にありがとう。正直体力的にも精神的にもちょっときついツアーだったけど、でもそうやってこんだけの素晴らしいファンが俺らを助けながらこのツアーを回らせてくれたこと、本当に心から感謝してます。それでもってこのツアーをやるまでに僕たちは長い時間をかけてアルバムを作ってました。自分たちの新たな挑戦とともに、また日本で最高のツアーを回りたいという思いを込めて作ったアルバムです。今日やっとその答えがちょっとずつ見えてきてます。今回のレコーディングは本当に音楽を作る環境そのもの自体を考え直して見つめ直して、このメンバーと数限られたスタッフでゼロからアメリカに渡ってレコーディングをしてました。正直なんでそんな思いに至ったかって、なんかこのまま日本で音楽ずっとやってたら俺ら終わっちゃうんじゃないかなっていう気持ちもあったからなんですけど、それよりも先に先行したのはもっともっとかっこいいもの作りたいってものでした。バンドっていうのはさ、こうやって4人が一つに集まって初めてワンオクロックとして一つの生命体になります。これからバラバラになってしまえば一人一人の生命体として、もちろん4人のこの道を生きていくわけなんだけど、でも俺らは日頃からずっと一緒にこのバンドと寄り添ってずっと生きてきてます。言葉も下手したら道もわからない場所で、たとえ仲がいいといえども一つの方向を向いて一緒に歩いていくことはそんな簡単じゃないけど、でも俺らはそれをやり遂げることができました。そして今回このツアーを回ることができて、今まで言えなかったたった一つの自信に満ち溢れた言葉を僕は吐けるようになりました。それは今のところここ最近でこのワンオクロックというバンドは世界で一番かっこいいということです。俺らはきっとどんなアーティストにも正面からぶつかっても今は負ける気しません。そしてどんなバンドよりも自分たちが一番最強だと思ってます。これは心の底から今胸を張って言えることです。正直こんだけの大人数の前で自分たちが一番かっこいいなんていうことはちょっと馬鹿げてることかもしれないし、すっげーこっぱずかしいことかもしれないけど、俺はそれを言うぐらいこのアルバムを作ってこのツアーを回ってまた一つ強くなりました。そしてこの強さとともにワンオクロックはこれからも突っ走っていきます。どうかこれからもワンオクロックをどうぞよろしくお願いします。ワンオクロックがこれまで起こしてきた奇跡と、そしてこれから起こしていく奇跡、全部ひっくるめて次の曲で皆さんにこのワンオクロックの10年間の思いを届けたいと思います。皆さん手を挙げてください。ワンオクロックがこれからも皆さんの想像をはるかに超えるバンドになっていくための新たな一曲です。埼玉スーパーアリーナ、俺らと一緒に歌ってくれ、いいか。This next one is called Cry Out。
楽しんでますか？ここ埼玉スーパーアリーナでやるのはなんだかんだ言って僕ら初めてなんです。そしてその初めてやる埼玉スーパーアリーナに今日は何台かカメラが入ってます。俺もちょっといい格好したいなと思うんだけど、あまりいい格好しようとするとすごく全部空回るんでやめます。カメラさん、なんかかっこいいとこだけつまんで抜いてください。お願いします。今回のツアーはちょっと今までと違って、僕たちの、このライブをやる前にスペシャルアクトとして他のバンドやアーティストが演奏してくれてます。昨日今日と21 Pilots が演奏してくれました。皆さんどうでしたか？彼らはわざわざこのためだけに、いろんなツアーを回ってる途中オーストラリアからわざわざ来てくれました。彼らとの出会いはもう結構前の話になります。僕が一人で、アメリカに行ってる時にたまたまこうなんかのスーパーマーケットかなんか歩いてる時に彼らのミュージックビデオを見て、そこで、ちょっと面白いなと思い、そして見入ってしまい、家に帰って彼らを、まあ、YouTube で調べて他のミュージックビデオを見てどんどんハマっていって、そして CD を買ったっていう流れなんですけど、たまたま日本に来る来日することがあった時があって、その時に、まあ、ちょっとお仕事も混ぜて彼らを紹介してもらってライブを見て、そしてすごく感動して、年も僕らよりちょっと下なんですけど、すごい才能を持った素晴らしいアーティスト2人組です。アメリカでももうすでになんかすげえ人気が出て、この前アルバムが全米で1位になったって言ってました。そんな彼らがわざわざこうやって海を越えて僕たちと一緒にライブをしてくれてるっていうのはバンドマンとしてはとっても嬉しいことです。ちょっと何年か前は考えられなかったことだけど、今そういうことがいくらでも可能になってる時代です。この日本という国に収まらずにいろんなところに目を向けて自分たちなりの考えを発信していくということは決して間違いではなくて、これからの僕たちにとってはとっても大事なことだと思います。まあ、そんな意味を込めて、そして彼らの素晴らしい音楽を皆さんにもっともっと知っていただきたいなということで、今回は彼らに来ていただきました。素晴らしいライブを2日間してくれた21 Pilots にもう一度大きな拍手を送ってあげてください。ちょっと静かな曲をやります。聴いてください。 Good Goodbye。
come to me. All that I can say is already said. I come to you. There's one world that I can forget. So they say their time takes away the pain, but I'm still the same. And they say that I will find another you that can be true. Oh, why didn't I realize? Why did I tell lies? Yeah, wish that I could do it again. Turning back the time, back when you were mine, all mine. So this is heartbreak. So this is heartbreak.
今から始まる時間はワンオクロック史上最強にポップな時間です。いいですか皆さん、ちょっとワンオクロックのライブに今まで来てたけどこんだけポップなの初めてみたいなのもあると思いますけれども、そこは一丁仕方がありません。こんな曲作っちゃいました。乗っかってください。いいですか。各所この曲をやっていく中で元気な場所たくさんありましたが、今日は最終日ですから、それを超えるぐらいのでっかい声で先ほど流れたイントロ皆さん歌ってくれますか。じゃあ練習してみよう埼玉。 From paper place to hand grenades I'm gonna take you out From paper place to hand grenades I'm gonna take you out。 まあ今日初めてワンオクロックのライブを見に来た人はなんてこいつらとんでもねえバンドだな、いきなり英語歌わせるんでとんでもねえバンドだなと思ってるでしょ。でもここはとんでもないバンドで行かせてください。よろしくお願いします。まだ大きい声で歌っていいか埼玉。 From paper place to hand grenades I'm gonna take you out From paper place to hand grenades I'm gonna take you out。 全然他の場所に負けてるぞ、少なくとも昨日に負けてるぞお前ら。もう一丁。 From paper place
place to hang grenades. I'm gonna take you out. From paper place to hang grenades. I'm gonna take you out. From paper place to hang grenades. I'm gonna take you out. From paper place to hang grenades. I'm gonna take you out. From paper place to hang grenades. I'm gonna take you out. From paper place to hang grenades. I'm gonna take you out. さあじゃあ曲でいきますよ。歌ってね。Come on。
So I
Suddenly
ありがとうな。このツアー本当に本当に楽しかったよ。ありがとう。そして改めて言わせてもらいます。俺らはお前らが大好きなバンドワンオクロックだ。今この腐った音楽シーンを俺らこの4人の力で、スタッフの力で、お前らの力でぶっ潰しに来た救世主だ。音楽にとどまらず、こっから先のお前らお前らでいろんなことをこれから変えてってくれ。頼むぞ。俺らに世界は変えられないけどな、お前らに世界は変えられるはずだ。最後までよろしく頼むぞ。 Thank you for coming tonight. We love you guys. We are One OK Rock. お前らの腹の底からのでかい声をこのステージまで届けて、次会う時のその日までしっかりとその思いを僕ら胸に閉じ込めたままこの先を突っ走りたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ワンオクロックでした。This is my decision.